今日も一日よろしくお願いします。寒い日はよ、鉄で温まりてえけどよ。雪でよ、外出れねえんだわ。よし。お役さんいらっしゃい。寒い日はよ、鉄で温まりてえの間違いないわ。雪かき道具買ってきたからよろしく。今日極寒だよね。昨日もだけど、やばい。豪雪地帯の皆様方においては、いつも君の身を案じている。外に出るのもね、はばかられるような天気なんで、私が行く。まあ、ちょっと配信でケツの段、配信でちょっとね、ケツの段を取っていただきたい。これは千金に値する出会いだ。ケツに突っ込む金でよ、雪かき道具買ってきたからよろしく。さすがでございます。きちいぜ。そうだよね、ケツやってる場合じゃねえんだよな。馬取り穂さんもいらっしゃい。今日はちょっとね、電気綱じゃない水入りの、水入りダブル号令型電化符号をやっていこうと思います。よろしく、よろしくです。報酬獲得、まあ、ケツ生までね、鉄のままでしっかりちょっと時間を潰させてもらって、報酬獲得。で、鉄のままはちょっと僕も見るんで、まあ、鉄のまま10分ぐらい前には終わりたいなってところです。長期新聞25回分のスノーダンクだけ決めよ。長期新聞25回、あーでけえ、長期新聞でけえぜ。まあでも変わるとしょうがないってことだもんね。対戦相手を探しています。安全にだけは気をつけてもろて、怪我したらケツもできなくなっちまうからよ。対戦相手が決まりました。よし、お、ポケさんいらっしゃい。よし、ありがとう。待ちきれなかったぜ。さてさてのさて、これね、4枚は結構きついんだよね。暴力が、開幕の暴力がね、結構きついんで、まぶ、いや、舞台にはしたくないんだよな。メガネさんこんばんは、マグツです。配信お疲れ様です。最近どちらでよろしいですか。舞台にするか。見えますけど、ここだよ。秀長外してください。自陣に舞台を配置してください。お姉姉さん、ワポツありがとう。ワポツ、そう、めっちゃ寒いっすね。ちょっと僕だけじゃなく皆さんも体調にはお気をつけください。ほんま豪雪地帯の方々とかはね、マジ辛いと思うんで、今鉄やってる場合じゃねえよって感じだと思うんで、ちょ、配信で鉄の熱を取ってもろって。使用する戦機を選択してください。こんな感じかね。これなら疲れたまた、まあ、知力5まで水の力でいけるんで、ネネマツはどこで、今ネネマツとはちょっとね、よろしいですか。ネネマツは今バカンス楽しんでるからよ。兄上待ってください、僕も行きます。あ、宮城さんもおたり、じゃ水強い、マジで水が強い。
人類は水に勝てねえんだよな。待て、消えろ、脱がせ。このね、開幕の暴力が結構ねきついんだよね。脱がせ。ここもさすがにね、放て、足を犠牲にしてなんとかお帰り願うしかないんで。消えろ、放て。うーん、いや無理か、無理か、無理か。放て。残って、私は無力だ。追加おめでとうございます。やばい、やばい、放て。うまい、いやいや、うまい。相手もうまかったけど俺もうまい。やべえ、水いった。水いっちまったよ。水いっちまうとよ。いや大丈夫か、間に合うか。水いくのは一番やべえんだよな。私が行く。でこれ初めは飛ばせるから、いや初めちょっと消しとこう、消しとこうっていうか少し。少し減らしといて。水、オッケー、水オッケー。水のタイミング来た、これ来た、これよ。放て。いいよ、避けないと。これ勝ちでしょ。メッツじゃない、これメッツ。あれ、足を引っ張っちまったな。メッツだね、メッツ。こんなもんだ。相手が対決フォースだったら、あの上の方で戦って、なんか指揮を引き出して、こっちも対決フォースで。違うっぽいな。展開一直線だ。違うっぽいな。水なんだよな、やっぱ。マジで水。遥か天井を見る。水、ありがとうございました。チャンネル登録してくれるの、ミヒ、ありがとう。チャンネル登録じゃなくて、予報警ら機械に登録されてるんじゃが。パチパチパチ。ヒデナが、いや、マジ強い。いや、びっくりするほど強いんだよね、ほんと。あとそれ以上に勇気値が強い。かっこいい、かっこいいっていうか、まあ好き。新カード楽しみですわ。強いし、柵持ってるし、兵力も優秀だし、あの絵も声も素晴らしいんで、ちょっとね、勇気値、絆カード買おうかなってレベル3ですわ。報酬獲得。ロックさんはこちらありがとうございます。炎章の追加おめでとうございます。炎章は嬉しいね。ちょっと日輪の秀吉と被るんじゃないかなと思ってたんで、あの同時に出なかったと、まあ、出ないと思われるのがさらに嬉しい。1バージョン丸々まあ炎章使えるかなっていう感じがあるんで、日輪は目玉としてまた次の大型バージョンなのかな。よく出会いがあらんこと。パチパチありがとうございます。ハモハモさんもわごとありがとうございます。躍進カード楽しみっすね。今日あの決玉が始まる19時前にはちょっと10分ぐらい前には終わろうかなと思ってるんで、それまで決玉までの暇つぶしに見てってください。カードを登録してください。ひでなかきゅんをな一番前に登録したいんだよな。対戦相手を探しています。
対戦相手が決まりました。バージョップ始まっちゃうとね、まあ、紫多分使うから今日のうちに槍納めとしてたくさんやっておきたい。かわいい。ちょっとね、小五郎はちょっとね、ダメなんだよね。インテリジェンスが高くて。こちらでよろしいですか。インテリジェンス高いんで、どうしよっかな。四季流派にしよう。いやー、難しいな。まあ、四季流派でいった。こちらでよろしいですか。日輪一つためてボタン押したい。まあ、日輪ゲージが出るかどうかはちょっとあれですけど、なんかね、ギミックになってほしいですよね。1つ2つ3つ4つ5つ日輪煽りのアテムがまた蘇る。今後は吉本が追加したらことぶきかつらにがありそう。10ゲージでしたっけ。あれはね、ありそうですね。確かに、まあ、まだ早いのかもしれないですけど、早くジャンヌダルクちゃんとかを使用する戦機を選択してください。入れてほしいんじゃがっていう、じゃがじゃがっていう感じあり。こちらでよろしいですか。こういう剣豪バラってどうやって戦えばいいのかちょっといまいちわかんないんだよな。マイナスは結構マイナス式3で行くべきだろうかな。ちょっと分かんねえな。放て。できます。うっ、放て。できます。おぶっちかこれ。放て。今はおぶちせえな。身を隠す。放て。突撃。空が赤く。行きます。痛い。私は無力だ。おぶちです。どんなもんじゃない。頑張って。ありがとうございます。ずんだもんの可愛さは世界一なのかな。できます。戻りました。なるほど、なるほど。驚きはない。逃げろ。取られちゃうかな。身を回りそう。放て。無理か。計算に間違えました。私が行く。このゲームやり短いな。流派ね、発動。オイラとかやりたい。一の方これは、放て。間違えちゃった。カード間違えちゃった。やばい。これはまずい。よし。まあ、突撃。変化を中心に、まあ、この世界を変える。死ぬためではなく、生きるために死ぬ。よし、いいぞ。いけ。やれ。決済はミストさんかな。できます。放て。
ターズラ今変化を中心にこの世界を変える。今お長老がガーンだな。ここださあ存分に戦ってください。これ信長は外れちゃう。外れちゃうんだったらここで流派発動三の方。ノブ、いやノブ上にいた。邪魔、痛いな。上にいたいな。やっと帰れる。放て。まあ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 、まあ、ワッパ入ってる。これはワッパ入りの付けはでかいでかいな。私は無力だ。よし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 。放て。行きます。もういやこれ行きます。放て。いしょ。死ぬためではなく生きるために戦おう。ここだ。うまい。それうまい。私が行く。行きます。よし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 。俺の首はやらん。まあ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 でしょこれ。三の方。ユッチが言ったら。まだ俺は。ユッチが言ったらこうして、でキュマが左、いや右から行って、オイラが行く。さあ存分に戦ってください。計算を間違えました。で打っといて、今はがむしゃらに戦うっきゃね。打っといて、よしよしよし、こうじゃない。変化を中心にこの世界を変える。こうでまあまあ天気解放。ダメか。ストコの一発はちょっと入れ、入れるのは嫌だから。やー、パンチ入ってる、パンチ入ってる、パンチ入ってる。放て。流派発動。二の方。いやどうする。行きます。死ぬためではなく生きるために戦おう。三つ木で撃つことだったのかな。俺の首はやらん。いや一人三つ木でという手がまだ残ってる。いや残ってねえわ。帰れる。行きます。この辺でやるかな。池田がいないだけでちょっとねライン上げに苦慮する。もうフル、まあ、フルコン狙ってくべきだったかな。ダブルゴールしちゃった方が良かったかな。大森さん改めてはもうありがとう。文集と万両はそうっすね、セットで出てきそう。大体毎回一緒に出てきてるはずだから。報酬獲得。電池からの王者とかやりたい。確かに報酬獲得。王者がどういう計略になるかちょっと楽しみっすね。進軍しますか。
私が行く。これは千金に値する出会いだ。まあいいか、ちょっと曜日にと思ったけど、まあいいか。カードを登録してください。なんか王者の勇気強し。対戦相手を探しています。式12じゃ使えて、12より式があった場合はさらに強くなるみたいな計略だったら楽しそうかなって思った。対戦相手が決まりました。栄光だったらね、栄光式7で使われちゃうとちょっと強いと思うんだね、このシステムだと。ああ、ギブシンスケ、これ強いんだよね、思った以上に。使用する流派を選択してください。思った以上に苦戦してるんで、まあ絶対に式流派だろうから、イブッタとシンスケが流せれば。あー違う、自陣に部隊を配置してください。違う、そうなってくると使用する戦機を選択してください。やば、お前ナッシーで滅ぼすか。こちらでよろしいですか。うん、そこで見てな、俺が一番決めてやんぜ。パスポイント、放て、狙い撃て、狙い撃て、放て、そこだ、狙い撃て、天は我に引き出せ。まあまあまあいいね、放て、狙い撃て、やりすぎた。これ、わざとですか。放て、まだ俺は、止めきれませんか。狙い撃て、まあ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 、よし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 、ここでいいんでねえの。まあ、それま、そま、戻りました。放て。まあ、シンスケが倒せるんだったらよし。したら、オイラが行く。最初待って、ダズゴーでダブして。いやー、助かった。放て、発動、一の方、オッケーオッケー、天下を中心に
この世界を変える。到着からの到着からのこの大河ドラマのスポットを引き出したら手で作る。到着してないけど行け。我が魂を集団にこの天下を名乗り通す。やべえ、カード間違えてたけど、よし。まだこれは、うっ、これで入る瞬間に戦技解放。こんな感じでどうかな。再起じゃないでしょ。再起じゃないと信じてるけど。戦技解放。よし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 。知力が上がって、でも今ね、しんちゃんが言ってるんで、しんちゃんが言ってるんで、流派発動。なんか思ったより取れないで終わったんだな。三の方。俺の首が嫌だ。やっと帰れる。割り切るつもりだったが、うっ、あなた、そこだ。お、まあ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 、ここで回復潰せたのはでかいか。まあ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 いいでしょう。であるか。戻りました。騎兵隊に銃。カラスどもを踏み殺せ。三人で守れるかどうか。この天下を守り通す。ひも。放て。まあ、しんすけは倒せそうだな。まだこれは。これ。放て。流派発動。大丈夫そうだ。三の方。まことねんさん、ワンポツでございます。ありがとうございます。あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。まあ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 、よし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 。青は全ての人に届け。ちょっと。待って待って。よし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 。危ない危ない。天下を治め、これは遥か天井を見る。予定ではあのダブル号令の時にもはや割り切る予定だったんだけど、ちょっと思いのほかうまく守られてしまった。まこっです。え、来年の大河ドラマのスポットがセナ姫らしいので、セナ姫って、そうなんだ。すごいな、セナ姫ってそんな有名な感じだったんだ。懐かしいですわね。パチ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 、ありがとうございます。麦さん、マコス、ありがとうございます。家康の正室、戦国大戦にいた。あ、そうだったんだ。戦国大戦にいたのは覚えてます。可愛かった。ずっと使ってる方がいて、その方の印象で覚えてる。
よく出会いがあらんけど。さあ、こっからはちょっと100円進軍で3戦目だけ200円にして、今エニシもいい感じに2000になるんじゃなかろうか。カードを登録してください。ジョージ先生のカード機体アトムラ先生のカードを探して、秀吉と秀長のこの秀吉として神秘は厳しそう。一番家の感じも最高だよね。絆に欲しい。対戦相手が決まりました。夏コウハゲ MCH さん160円。わお、タモハゲチャームルさん、ありがとうございます。なにこれ、雪のスタンプってこと。ジュース隊美しい、初めて見た。ジュース隊ありがとうございます。スーパーチャットはまだ気が出ます。とっても嬉しい。使用する流派を選択してください。4と5か、まあ、現中流せるようになったら好きでいいな。ジョージ先生のカード2人、あと紫ですよね。そうそう、まあ炎症が出るってことはガンリオと分子が出るからおそらくね。流派決定で、その編成だとまあ4枚デッキになるのかなって感じかな。楽しみですわね。単独戦機とか全然育ててないんで、ちょっと金止めウルシドだって。あれちょっと危ない危ない危ない、しっかり育てとかないと。あー、なんで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 、ダメ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 。使用する戦機を選択してください。声なき声に力をは、まあ、基本的に黒イカの方がいい。いやー、黒イカの方がいいと思いつつも、いや黒イカだな。カネッチ全員入るようなポカしたらもうお相手がうまかったってことで。兄上待ってください、僕も行きます。月山堂と被るから手賀姫として新規役に。あ、そうなんだ、あれポカ、そうだよね。え、ちゅうか月山堂もそうか、髪の色戦国のセナキと一緒か。やだ、焦点サクッと割れるのやだ。おお、あっ前に出たな。いや、うまい。やばいやばい、俺の生成重力量が崩壊していく。俺を超えてくる。壊さないで。放て。放て。危ない危ない、マジで危ない。あああ、それいいのよこれ。いえー、まあでも4枚はね、開幕がどうしても厳しいっていうのはまあ世界の真理なんで。これ、エアの長そう。避けないと大変ですよ。わしゃ水が好きなんじゃ。倒せねー。足を引っ張った。じゃあこれうまい。出てこなきゃ。やられることはなかったのにね。4枚。前期解放。うまい。これは、うまい。
いい感じに歌っちゃったな。ああなるとはちょっと想像してなかったから、
黒糸にしちゃったけど、最後だったな。女の子武将に期待、テイちゃんはめっちゃ期待、あとは俺を気持ちよく刺さってくれるシステムだけ期待。やっぱな、テイちゃんは出るといいですね。その三国志の人たちを引き込むためにも、三国志のその愛着のあるカードを出してくれるのは可能性としては高いです。進軍しますか。高いと榊原といい直政が SR で来ないかな。あ、2枚目のカードゆくゆくはって感じじゃないですかね。なんか新規のキャラクターたちをガンガン出さないと追っつかなそうだから、カードを登録してください。3年後ぐらいに2枚目のカードで出てきそうな雰囲気は、対戦相手を探して出ないってことはないと思うけど、またエビすくいさせてくれ。今日猪木さんと当たりました。昨日の今日で普通にやってるのね、怪人たちだからな。でもすごいな、対戦相手が見つからなかったためコム戦になります。昨日打ち上げとかねあっただろうし、しかも猪木さん北海道だよね。あれですか、こっちでマッチしたのかな、こっちっていうか都内とかでマッチしたのかな、川崎とか。さすがに北海道に帰って直やってるわけじゃなさそうだって。やっぱり俺たちにはネネマスが足りねえよ。それはね、わかります。あの可愛さは必要ですよね。ちょっと今はね、もう水に流派を選択して、明智を絆にしたいなと思って。こちらでよろしいですか。その前にね、こちらでよろしいですか。もう水もね、どうせなら全員絆じゃないやつ使いたいなと思ってこの編成してるんで、ちょっと今はね、自陣に部隊を配置してください。まっちゃん恋しいんだけど、使用する戦機を選択してください。こちらでよろしいですか。サムネサギ全員絆って言ったのに、前の OKI さん秋葉原だったからまだ帰ってないみたいですか。そこで見てない、サムネサギじゃない、よく見て、ちゃんと打ち決戦がある。打ち決戦がちょっと時間なくて新キャラクターたちができなかった。混乱した敵を葬るにたやすい。まだ俺は俺っちのユウだ。すまねえユウ。行け、キノダ打ち抜け、離れて、キノダ突撃、打ち抜け、離れて、突撃、キノダ、いや、うまいな、これ。いやー、当たりするな、いややめてくれ、俺のホラーの柵を。いや、さっきからミリで残すな。まだ俺は、これやばいね、よくないね、よくな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 い。放て、いやでもここで下がってくれるんだったら、3つの心を1つにすれば100万一心、100万一心、
避けないと大変ですよ。二度目はないぞ。今だ。うっ、さて突撃放て。バカにするな。うっ、どこだ。放て。戦機開放。まあ、ここでちょっと このままやらせて、ちょっと待って、これ流派発動。いるじゃん、誰か。3の方放て。戦機開放。いるじゃん、人いたわ、人。あの視線バッチリ合ってるよ、目が。うっ、今だ。流派発動。三の方、まあ放て。よし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 、これは変化は見逃さない。まあいいんじゃないか。今はがむしゃらに戦いっけねー。いけー、うまい。やっと帰れる。放て。いけー。ジバが赤いガママと対するキヨの実装を期待しています。俺の首はやらん。ジバだ。いけ。まだ俺は。放て。まあまあ、さっさと。この後水だよな。水。放て。照らして。終わりました。突撃。避けないと大変ですよ。水。あ、そっち。我が瞳には毛利の未来が見えている。だったらなんとか。私は無力だ。であるか。行け。今だ。やっと帰れる。放て。どこだ。よし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 、向かい風だな。あ、まだ使える。俺が毛利の部となりケントだ。全然使えちゃう感じ。放て。突撃。まだ俺は。逃げろ。いや、これ放て。ダメか。全然倒せねえ。俺の首はやらん。私が行く。二度目はないぞ。流派発動。二の方。流派発動。まだこれいけるか。二の方。してしまいましたね。よし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 、これ打ってくれるんだったら。我が瞳には。いいよ。未来が見えている。我が魂を銃弾に今この天下を守りと。火で入った。入ってないね。突撃。私は無力だ。
いやーやったねちょっともったいないな関係のこと完全に忘れてたしな。オイラが行く。あ、ヒデナガ君をケースに戻しましょう。いや、俺はヒデナガ君を信じてる。であるか。ヒデナガ君信じてるからよ。いや、ちょっとでも水で。水が雑だったね。ちょっと水が雑だった。ちょっと反省。あれか流せてれば小早川を流せるかなと思ったんだけど、ちょっとね、ちょっと甘すぎたね。アイノキさん秋葉原だったんですね。さすがにっすよ。怪人はいくらやってもこのゲームやりたいねんだわ。あー、島さん、お疲れ様です。あ、マーヤさんも頑張ってありがとうございます。浅井長政と浅井鶴千代の一層を期待してます。まあ、浅井が出るんじゃどうなんだろうな。目玉じゃないのかな、わかんないですね。あの、浅井、浅倉もいなかったから、仮面たちがいなかったからどうなるんだろう。仮面たちと一緒に実装されそうな感じはあるけど。私が行く。はい、ハルト君とマシャムラさんもこんばんは、ごつありがとうございます。来た、奥べし。おかしいな、今日ちょっと赤ボタンの力を残しておく配信だったはずなのに、なんか赤ボタン効かない相手がちょっと多いんだよな。宿業とか出てくるとそれはもういったんバッタンって感じで気持ちいいんだけど、ちょっと知力10とかだったからな、今の相手。ちょっとね、でも水を貸しにしすぎたね。いや、ほんとそこ反省。対戦相手が見つからなかったため混戦になります。やっぱ判断がね、結構安直な手を取りがちになっちゃうんだよね。信長しか打つもんないときは信長をどこでどうやって打つかみたいなこと考えるんだけど、生地水入れてると、いや、ここ水でよくねみたいな なりがち。ちょっとまだ水の経験値が浅すぎる。ケキタちゃんには明後日から働いてもろて、間違いない。もろて、あとはね、キッカちゃんね、紡いだ絆はぜひとも言ってほしいんじゃが、いやこれ無理だよね。こちらでよろしいですか。これもちょっと水じゃねえんだよな。さっきのがちょっと水が通用しないお相手が多い。自陣に部隊を配置してください。水じゃないなら使用する戦機を選択してください。ダブル号令で上の方で入ってもろて、こちらでよろしいですか。四季流派の力で、この戦に六冠バッターが心血を注ぐ。お、シャルロットフェリアさんのこんにちは。ゆっくり見ててください。切なままでね、時間あるんで。放て。うまいな、これめっちゃうまい。まさかキッチャーが組むとはな。新鮮な身がついたわ、気をつけたろうなの。放て放て、ボンバーに安い。やだ、放て。取られた。
よし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 、ここで取れるのはでか。あなた流派発動、一の方白く上昇。これでちょっと様子見るか。今はガムシャラに戦う。このための肥料しか、このための肥料しか、これ終わってる終わってる、やばいやばいやばい。様子見るも使おうね。終わる、ボタさんの演技に対して終わる終わる終わる。捕虜になってはいけません。あ、終わる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 。待って待って待って、まだ俺はちょっと、私が行く。危ない。逃げろ逃げろ。行こう。天下を中心にこの世界を変える。終わる。終わる。俺の首はやらん。離せ。終わりました。流派発動。見ろかな、足りねえ、まだ力が足りねえ。かかれかかれ。うわー、離れ。発動三の方。まあまあ、ここをここをおそらく離せ。命で少しどうにかできるから。私は無力だ。まだ俺はこうして戦技解放。こうしてだね。私が行く。いやー、切れてる。変化を中心にこの世界を変える。切れてる。前期解放。昨日公式配信会を見たね。まだ。え？まだ大丈夫かいこれ。ダメかい？かかれかかれ。この感じ。どこじゃ。お前らの人じゃない。まだ俺はこの感じどうすかね。今はがむしゃらに戦いっきゃね。一番乗りは俺だ。アハの二の方。あなて。あのアハの。鬼柴田に打てる敵なし。おかしいな、ちょっと水通用しないんじゃが。壊れてるか？俺んちのアハボタンこれ壊れてるのかな、もしかして。新選組の追加、あ、ヒエダノデスさんもこんにちは、配信お疲れ様、ありがとうございます。水じゃないなら、チャンネネ、それも間違いねえんだよな。チャンネネも絶対強いんだよな。降格。新選組の追加は伊藤孝志郎、孝志
伊藤孝志太郎なんかも新選組全然詳しくないから分かんないんだよな。あ、東文王さんは国分ありがとう。春彦さんの報酬獲得ありがとうございます。モタさんの演技期待してます。紫まあ目玉だろうからきっと強いはず。今まで炎章を追加された時初回は大体弱かったんだけど、さすがに今回の英傑では強いと願っている。開始から強いと。これカウンター怖くない？そういえば、はい、その通りでした。大河ドラマの話を蒸し返しますが、来年の織田信秀は藤岡弘、あ、真空さんお疲れ様です。昨日公式配信最後いましたね。そう、スマホから見てるんで、リアルタイムにコメントっていうか、画面見ながらコメントあんまりしないんですけど、普通に試合も全部見てました。全部じゃないかな。対戦相手を探しています。2回目の柴田来ない？守りきれないと思う。その通りでした。対戦相手が決まりました。インテリジェンス広田博士の息子が D6 の岡田くんか。インテリジェンス謹慎するか。国民のまず読書謹慎して国民のインテリジェンスを下げさせて戻って、勉強は罪にしていかないと。ちょっと俺の水が効かなくなっていて。使用する流派を選択してください。俺もおかしいな。こちらでよろしいですか。ネタロ、おかしいな、水が効かねえな。これまた流しくらい。池田線は確定っぽそうね。そう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 、池田線はなんかいそう。女の子がね、鉄砲担いでる子が池田線らしいって言うて。使用する戦機を選択してください。あ、池田貸太郎って読むんだ。みんな自由な。こちらでよろしいですか。あ、違う違う、これじゃない。みんな自由に名前つけるから分かんねえんだよな。こちらでよろしいですか。まあ、水が入ってない形だったら損失度安定なんだけど、ちょっと水入れるとオスブ力がねちょっと足りないんだよね。大ギス、いや大ギスするか。大ギスでいける。インテリジェンス知力10、大ギスでもいけるから。さっきの大河ドラマの話を蒸し返しますが、来年の織田信秀は藤岡弘氏です。へえ、あ、来年織田信秀だった。信秀のことは全然知らんから、確かに。戦に勝って褒美をもらうまで、ちょっと見たい。意地でも生き抜いてやる。V6 の岡田くん。ネタロ、頼む。陸戦さん。俺に勝利を、我に勝利を。天は我に味方せり。天は我味方、天は我。来年の大河時代は主役は家康で俳優は橋本淳よ。放て風の吹く。うまそうだね、だね。行け、満足よ。ちょっと壊さんでもらえる？行け！放て！放て！行け！いやー、ダメかー。あのまま縄文にインしてもよかったかもな。無視して。
生き返るまで。どうする、ここまでいけねえよな、まだだよな。これ疾風だよね、多分疾風。放て、我らが波動は。なるほど、我らの手で作る。これ1ポチって1の型、黄砂が太郎冠者は天下を中心に無視して世界を変える。あなた戦機に解放。こうでは、これでは決まったのでは。この神の一手決まったのでは。全機解放。神の一手決まったのでは。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。ひでまで守ろう。引き崩せ。あ、なんで流派発動。二の肩、あなた。よし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 。なり視点がごとき。マリシー速度アップしないから、でまたで死で、よし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 。熟でやった。行け。行け。俺の首はこういうゲームだって。知ってっから。これなんだよな。赤をして、まあ今違うか、流派をして赤をして青をして赤を押すんだよね。これがやりたくて、みんな気でやってる。みんなインテリジェンス高いんじゃわ。縮小噴射するぞ。炎章果たして栄光なのか王者なのか、それにもよりますね。炎章はまあ戻りました。確かにね、計略が王者とは限らないんで、ね、やっぱり流さなければ勝てる。でも炎章栄光はなどうなんだろうね。ただ栄光で出るとね、ちょっと同じことに焼き直しになっちゃうんで、ちょっと違う計略がいいなと僕は思ってます。超運はど、まあまあ、大蛇で追加してほしいロゴ。諸葛亮がいるから絶対来るんじゃないかな。カードを登録してください。タチューさんも誠ありがとうございます。池田千がいたから旦那と義理の弟も来たい。スネオキリオスネオキ。東京さんもワクワクしてありがとう。月中防衛以降どうなるかも気になるのです。この当時何のキラキラネームなのかってな、まあ、昔の名前ってなんか自由だよ。キラキラネームなのか、まだそういう概念もあんまりなかったのかわかんないけど、人に読ませる気はないよね。対戦相手を探しています。栄光なら式流派ばっかやらな。ごつつつ骨は一時失踪されますか。主役は家康なんだ。ああ、なるほどね。
家康、そうだよね、家康メインだと、あ、でも平野だから、まあそれなりにじっくりやるのかな。まず、あの今川にいるところから始まって、今川で30話使ってもろて、遠景の船に乗り換えるんかね。乗り換えるんじゃないよ、船団を組むんだよ。尖閣部の船、あの第一線と炎将軍の船第二線だから、海賊団だから流せないって。ちょっとみんな、こちらでよろしいですか。なんで今日に限ってみんな、なんでこんなインテリジェンスなの。ちょっと前も宿坊めちゃめちゃ出てきたのに、宿坊とあの直輔のあの8161、信長の息子どものいたネームは好き。なぜだ。自陣に舞台、俺がやりたくて曲見すぎてやってるんだ。そうなんだ、俺がやりてんだよな、あれがやりてえのよ。それ以外の過程はもうどうでもいいのよ。選択してください。こちらでよろしいですか。やべ、お相手これ知力じゃん。今川青だ、秀吉でやっと家康の時代わかりすぎてるな。マッスルな人々がどっか行っておる。お、三つ間タイムさん、こんばんは。ゆっくり見ててください。小口攻めね、僕も結構好きだったんで、演出とかハイパー栄光で演出指令したいのだ。ボツとツコツもまあ有名どころだから実装そのうちるんだろうけど、まあ、三国志とか戦国よりもラスト的には王者の決断だ。早くあのージャンヌダルクちゃんもだね。あとアーサー王とかね、女の子のアーサー王とかね。放て、まさに騎兵だ、まさに。うわー、マジで、うわ、生きてんのか、あいつ。放て、うっしー、うまい。これ私は無力。うま、そういうことかい。そういうことかい。捕虜になってはいけません。放て、うっしゃー。テイちゃんを出しなさい。イラストレーターのテール先生のテイちゃんを出しなさい。いや、ボールを、ゲオゲオゲオルドトライズだった。ダメだ、周囲の人が入るな。てめえ、私が行く。ぶつけ、マスクである人に伝えました。出ながら落としてやれなくてもないです。紫ってだけで弟子の人間が追加でもう寄るしか眠れないのだ。ここまでか。助けてくれ。よし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 、決するよ。しよしよしよし、あ、いけ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 、よしよし。流派発動、一の方。善一は優勝できない人物発動をしてしまった。おいらが行く。よし、いけ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 、いけ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 、いや、もういい、もう張り付けろ張り付けろ。放て、攻め、うっしゃー。この人情報やつは先なのか。最初勘違いしてたわ。放て、王者の大変なことに出てるのだ。変化を中心にこの世界を変える。あとを任せた。よし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 、この命いつだち捨てる準備はできちゅうぎ。あー、うまい、それうまい、こういうのやめてくれ、うまいことやめてくれ。よし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 、これがいけんだ、これが青は三加三点です。
伝えたいと伝えたどっちも A か勝負だ。俺の首はやらん。でも端から出てくれたから。いやもう他に放送喧嘩してもいいよね。いけ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 。闇ギロワのやつじゃなくてあれにいたやつ、闇ギロワの伝承だと思ったのだ。これさ、これ流しじゃない、これ流しじゃない、違う、流しじゃない、これ流しじゃない、これ流しじゃないわ。よかった、危なかった。おめでとう。流しじゃない、流しじゃない。チンポシコシコ、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 チンポシコよしよしよし、まあ一人残らず、これ周囲が倒せればありなんだが、発動作りすぎ、三の肩うっ、切れてんだよな。やっと帰れる。ヨンダモンちゃん、何しているのだ。体が死ぬ。俺の最後のヨンダモンに怒られてたから、でもまだこれねえ。世界を変える。焼き、ちょっと待って、焼き、我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。どれだけ焼ける。これ3、4に入ってるけど、損害賠償するのだ。オッケー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 。キッチ、お前インテリじゃねえかよ。ナイスだぜ、キッチ。放て放て。俺の首はやらん。俺は勝てるか、いけるか。動画見てみたら、王の左側の喧嘩率そんなんでしょ。メインの人は知らん。敵城門をこじ開けよ。これまだ勝てる。ぶってても周囲を使いたいですか。これまだ勝てる。私が行く。やっと帰れる。発動二の肩。いや、いけそうだな。なんだかんだいけそうだな。戦いが落ちている。そのならないのだ。後を任せたぞ。今はがむしゃらに戦いきれ。ご主人はあと二発は大丈夫。どちらに。いけるいけるいける。助けてくれ。よし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 。応援とか言ってるから三目視じゃないとは思ったけど。あれ、ちょっと待って、あれ、早く、ないないない、聞いてなかった。え、サイキあんじゃん。エッテ追加おめでとうございます。サイキあんじゃん。サイキあるのは聞いてなかったんだけど。放て。誰か教えてくれてた。サイキあるって。世界を変える。マジで。サイキスポーツだ。戻りました。うっせえ。出そうですか。任せたぞ。あれも出てねえからな。放て。ポシ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 
ラストレーターで言えばマーキーさんの声が不合理です。全然無理だったな。いやちょっとこっちのインテリ力足りなかった。まこつです。新バージョンでそのときってセットで出てくれる2枚看板使ってくれるのを聞いて、早く四季無限カーの前に最期夜分子流きちゃんなんだよな。最期ふたつか。誰も最期があることを伝えてないのである。再起2つだったか。しょんぼり。ちょっと待って、大根さんはおありがとうございます。早く四季流派からの英語で前立ち系したいのだ。わかる。こんなインテリジェンスはちょっと進軍しますか。扱うの難しいんだよな。でも今日すごいな。マジでそのちょっと前まではあの宿号たくさん出てきて、よし赤ボタン OK みたいな感じだったのに、どうしよう。安量はそれほど武力高くないと思う。今日は全く通用しない。いつも君の身を案じている。私が行く。あ、ひださんはこちらありがとうございます。ひでながいると式選べなくて辛いです。そう、それ強いっすよね。本当相手にあの舞台流派をこうなんていうの、強要させるというか、非常に強い。それは群衆残量は2個しか2点残すな。やっぱひなさんのデッキもあの四季流派がね、やっぱ一番選びたい流派ってのはね、水がいるだけでそれを咎められるのは強いんじゃわ。じゃわじゃわ紫ってだけで嬉しいのに、遠景今が暑いからもう夜しか眠れないのだ。めっちゃわかる。何ちょっと待てよ、もう18時半じゃん。確かにラメ系使ってると相手が流派選択の時間長くなるのだ。やべ、もうケツ生がもうちょっとか。配信は適正まで。そう、配信はねケツ生のま10分前ぐらいまでにしようかなと思ってるけど、いや自分もねケツ生見たいんで。しこりすぎ。そろそろ流し替えのある敵来ないかな。もうそんな時間もうじき公式ですね。ちょっとね、あの小学生っぽかったね。あ、長和長さんはごもとありがとう。配信停止してても視聴者が2窓してますわ。マゴコね、マジ強いんだけどね、ダメなんだよな。ちょっとこの水にはマッチしないのかもしれん。おすぐがね。ラモンさんはごもとありがとうございます。セカさんはごもとありがとうございます。そう、炎症と顔料と分子は一緒に出ると思うから、ちょっと使いたいですね。やっぱそれとは別になんか陰陽師的な、みんなね雨の生命だって言ってるけど、ちょっと僕はアシアドーマンを推してるんで、ドーマンも一緒に使ってやりたいかな。最初パーツ少ないからね、多勢力入っちゃうかもなって感じ。あ、優勢マリサさんとコシャカイトさん、こんばんは、ボス、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっとご挨拶とか抜けちゃってる方いたら申し訳ないですけど、めちゃくちゃシャット流れちゃったんで。対戦相手を探しています。正直カード妄想してる今は楽しいまである。対戦相手が決まりました。それはある、それは間違いない。かといって鉄生やらなくていいってことにはならないんだろうな。もうみんな頭いいよ。どういうことなの。マブラも参戦予想が
使用する流派を選択してください。どうしてこちらでよろしいですか。流派決定。よし、これに勝ったら自陣に部隊を配置してください。これに勝ったらみんな高評価してくれるよな。今日全然勝ってないけど、このインテリ軍団に勝てれば、使用する戦機を選択してください。みんなしてくれると信じて。こちらでよろしいですか。信じて僕は。こちらでよろしいですか。セルコン立てなして相手の城を割り切ることを宣言します。タイヤのまさかの、まさかの様にしなきゃな。逃げ場とはね、まじ今できるならだいぶ熱いですね。放て。こっちです。うまい、今ハッハッハッハ。やべ、スムがスムがさすがに4枚のスムが狙い撃て。放て。これ、まあ、今言ってもしゃあないんだが、狙い撃て。放て。いやははは、やっぱほう違うでしょう。放て。放て。放て。ならない。今いい感じかと思ったがダメ。放て。放て。ここ狙い撃て。侵略。こうではさすがに流したのでは。避けないと大変ですよ。頼む、行ってくれ。はしない。信玄さすがにだよな。よし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 、私は不正。だが信玄、姉ちゃん早く出てほしい。死ぬわけないと思う。ヤーボーも早く出てほしい。うっ、放て。お願いだ兄上。サンキはやめてくれ。ハノウッ、やっぱ死にに来てる。死にに来てる。全機解放。これにて放て。侵略狙い撃て。やっと帰れる。これにて放て。まだ俺は ここから入る保険などは柵だ。柵があるうちに。今日は水の時間多かったんですか。不合参加者では雨が多かったんですか。火力を切る柵が。柵、柵、柵、柵が生きてるうちに流派発動。ここしのげばいける、しのげばいけるんで。戻りました。さあこのまま一気に攻め立てるんだ。行け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 。侵略せよ。ただだ大丈夫なのだ。相手に最強使わせたのだ。もういっぱい流せば勝ちなのだ。そういうことだな。侵略せよ。よしよしよし、
流派まだいけるんじゃねえのか。三の方落ちです。まだいけるやんな。まだいけるよね、ハム太郎。1の方。いやマジでいけるかもしれない。いやいけるかもじゃない、いくんだよ。てか青音型にあるから敵山です。狙い撃て、うん、行こう。避けないと大変ですよ。ちょいはしない。行ってくれ。天下を中心にこの世界を変える。風林火山の旗のもと結束しよう。放て侵略せ。どうぞこれ。魂の すら水の前では大打撃なんですよ。パチパチパチあったよ。剣まこつです。水攻め強いですね。ふぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インテリジェンスにも勝てる水なんですが、ガガショウカハヨさん、アポチありがとうございます。ボチです。お見事です。高評価長尾も直輔もマッチゼロです。今日ゼロです。悲しい日ですね。高評価ありがとう。報酬獲得。水攻めで勝っちまったか。ユーミン、トキさんも分かってありがとうございます。打って体がグリンカタンで流せなくなる。お、いや、うちみんなマジでチャンネルマジで高評価をしてくれてありがとうございます。何かあれだな、ツンデレやな、みんな何かアクションがないと高評価を押してくれないと。なんかいけずなんだから。わっちゃわっちゃじゃないよ。水強いよ。あまねちゃんお疲れ。三毛猫さんと歌丸さん、まこつありがとうございます。お見事ありがとうございます。水攻め強いですね。ありがとうございます。今日はねちょっとあの他の方にはマジで水通用しなかったんですけど、なんとかカードを登録してください。なんとか水の強さ今ちょっと見せられましたね。
ど、あいつ対戦相手を探しています。ツイッターで探しばっかじゃねえかって思われちゃうから。正直自分で言っててないと思ってたのだ。対戦相手が決まりました。フグってからだと風林火山で流せなくなる。どうだろう、そのどうかな、あんまり試したことがないんでちょっとわかんないですね。確定的な言葉言えない。ケツ生が始まる。高評価黒い子は、あー浴びてら浴びてら。高評価2回はねダメ、奇数で一つよろしくお願いしますよ。使用する流派を選択してください。これは流し流し流しだね。これ流し、こちらでよろしいですか。流しだな。こちらでよろしいですか。流しですわよ。高評価。風林火山には水攻めなのか覚えたのか。それはね申し訳ない。ちょっと表記上の効力が出なかったとしてもちょっと私にクレームは入れないでいただきたい。なるほど、ゼロ人だよ。もうみんな言ってんだよ。自陣に舞台を配置してください。寒すぎて周囲風聞いちゃってるよ。間違いないわ。火より水なんだわな。使用する戦機を選択してください。ベリー、山に帰るか。こちらでよろしいですか。言うてこれはまあさすがに水じゃなくても良さそうだけどな。ホストさんこんばんは。新マージョンでもモタネさんの活躍期待します。ありがとうございます。ちょっと紫使って炎症軍に加入していくんで。なんで連絡相談持ってきてるの。炎症がまあ焦がれすぎてる亡霊じゃないことを願っていきたい。なんでそんなクソ馬持ってきてんの。秀吉、いやー秀長使う時は秀吉とセットでしょう。憲法に書いてあるから。まあ、あと今まで使ってきたカードとは別のカード使いたかったんで、信長以外なんで、それ以外は全部変えた感じ。
まあ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 、一回ちょっとここはまだまだまだ早い。ここどうしようかな。ちょっと水撃つのだ。水持ったんですが、単体異常水近くの気力が湧いてたら水回ったから鉄砲スティックで注ぎ、早く3からか。3の方蹴散らす。放て。避けないと大変ですよ。いいんでねえの。すまない、嘘だろ。え、ケンチラス傷は最初に嘘だ。すっごい。あ、しかも助けてくれ。サイキックフォースか。ここは引かねばの。前期解放。ユー修羅の川と血の海を行く者だ。エレス、まだ俺は蹴散らせ。待ってもいいよな。エレス、ピカピカ強く知ってる。おっとっと、そうか、ガンダムも変化が入ってるんだ。変化を中心にこの世界を変える。正解。山本は一人残らず消そうか。5、5、10。撃つのだ。蹴散らせ。よっかんじゃ。助けてくれ。今はガムシャラに戦いっきゃねえ。撃つのは発動。ハウリョン天下二の方。ガンリョンの天下取れそうだけどな。無理をするのない。いや、待った方がいいよな。蹴散らせ。撃つのだ。ダメか。私は無力だ。放て。蹴散らせ。あかんかった。俺の首はやらん。撃つのだ。まだ俺はたった土力は5、あ、じゃなくて4。ただ1割ぐらい減らしてたんで、ユカ倒せるかなと思ったんだけど、ダメでしたね。即死はしなかった。戻りました。あ、他方のクソが。いや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 、松風だと鉄砲刺さっちゃうからさ、やっぱその辺の馬でしょ。その辺の馬かっこいいでしょ。スマリジバーもこだわりの青で紫を理解させるわけで、イカリャプ、さすがアマネさん、先が見えてたようだ。聖帝十字領ね、復活してる。柵3枚もあるからね。柵3枚あったらちょっと作らざるを得ない。相澤さん、誠ありがとうございます。モタ姉さんって結構官軍使ってましたっけ。官軍は思い切って軍船選んでみる。
炎症軍なら使ってましたね。栄光と王者は報酬獲得、粛清ですね。粛清、あれなんだっけ、最後のやつ、一番最後のやつまで使ってますね。進軍しますか。よし、まあ、ちょうどいいね。あと2000やつ、このセットで終われれば。よく出会いがあらんこと。負けです。あ、白昼の誘導さん、ありがとうございます。次のバージョンはそう、紫の船に乗る予定です。ちょっとカードを登録してください。今日のセットもな、もう最後やからな。久々にこいつらを使ってやろうと思ったけど違ったわ。今絆を深めてるからやっぱこれ今日別に勝ち負けはもはやどうでもいい。探しています。カンナル出ますかね。出たとしたらどんな名前になるんでしょうね。あとどうもこんばん、イカリャくん。明日は休みなんですけど、ちょっと明日わかんないですよね。対戦相手が決まりました。判明出ますかね。出たとしたらどんな名前になるんでしょうね。判明どうすかね。出んのかな。なんか英傑対戦結構シンプルなゲーム構成にしたいく見えるから。あ、でもリューハーがあるっていうのはそうでもないか。あ、これ流しじゃない。使用するリューハーを選択してください。こちらでよろしいですか。舞台にするか、1億年ぶりに舞台選ぶか。リューハ決定。豊臣が追加されたら豊臣を絆あるんですか。自陣に舞台を配置してください。そうですね、豊臣が出たら、まあ、豊臣やりたいけど、ただ今回はね、使用する戦機を選択してください。今回はなさそうなんで、まあまあいいかなと思います。これ使うか。こちらでよろしいですか。みんなこれおすすめだよって言うから使おう。豊臣が復活する暁には、軍兵ランテン殿下に秩序を取り戻し、俺が新たな世を作る。開幕止めれる気がしない。開幕つけるだろ。お前に開幕来るんだったら全然良くない。放て、ぐるっ。軍配大戦は自分、あー、何これ、何これ、これ、あ、まだまだまだ、あー、わかんねー。混乱した敵は大無理に頼って、はいやー、見とれている場合ではない。わかんねー。行け。臆病ではない、慎重なだけだ。私は無力だ。汚いもの。またにくんさん、こんばんはなのだ。いや、分かるか、これ分かってきた。このゲーム分かってきたな。そう、軍配感染が40カウント以上ってことちょっと知らないって、体に染み付いてないんで、一の方ちょっと忘れないようにしないとやばい。40ね、40。放て。よしよしよし、ここまでか。戻りました。忘れないようにしようもない。これ流す必要があるのかな。発動。もはや そこからわからないんだが。行け。私が行く。今日こそ生放送でしたっけ。モナに行くと。
これ池田なら倒せるさんだよな。池田なら待って、これそろそろ行かなきゃいけないんだけど、これだよな。いやー、駆け引きの本質は心得る。見て、これ軍隊ダンスの必要はなかったのでは。天下を中心にこの世界を変える。なかったですない。これである必要なかった説はどう。トンボ切りの速さについてこられるか。裸たちに食われて上がるから。よくなった。流派発動。身の肩裸俺は放て。いいのか。わかんねえけど、なんかバーが1ミリしかねえのは見えた。みんなのバーが1ミリしかねえから。なるほど。天下を収め、これは遥か天井を見る。濃い味じゃんこれ。ここのゲーム濃い味だわ。桃谷くん、今回はありがとうございます。島もぐさん、ありがとうございます。今日公式生放送だっけ。そう、19時から次のセットが終わったら、次のセットが終わったら、残生を見る、あ、鉄生を見ると幸せになれる。だから開幕来ないと何もない。伊達政宗使いて、特に味方打ちの伊達政宗、あれはかっこいい。最高にかっこいい。声もかっこよかった。これは強くなる。ドキドキしてきた。ドキドキしてきただろう。知力ね、多分60くらいあった。65くらいだったと思う。開幕来ないと何もない。何もないっぴ。そうなのよ、これインテリの暴力なのよ。それは先期に与えてる知力で殴ってるから。よっしゃ、これで勝てれば6勝6敗で、今日は何もなかったとして帰れるから、ケツ生見ながら、俺も炎章に思いを馳せることができる。最後は当然秀長くんやな。対戦相手を探しています。テンション盛り上がったら、もしかしたら明日も配信するかもしれないですね。対戦相手が決まりました。ケツやりながらケツのバージョンアップのことを語りたいからな。結果的に無視されたノックが鬼ほど上がりましたけど、完全に片兵士で鉄砲を突き結果的に無視されたノックが鬼ほど上がりましたけど、やっぱ安全に片兵士で鉄砲を突き捨てれば不満だったのありませんの。その通りです。私もそう思います。使用する流派を選択してください。こちらでよろしいですか。まあ、これも流していこう。流派決定。これは外そうじゃないです。自陣に部隊を配置してください。まあ家使おうから流したいんだけど、使用する戦機を選択してください。普通に戦ってたらそういう展開には持っていけないから、どうしようかね。とりあえず孫子打って
イエザス引き出してこちらでよろしいですか。お流しして再起打ってもろってみたいな感じかな。だよな、だよね。これ流したら負けるよ、流したらダメだよ。そうだよね、ハム太郎。サイリュータのお越しありがとうございます。流したら負け、俺は信じないよこれ。俺はそういう信じない。マジで俺は流したら勝ちだと信じてる。ヒデナカ君が信じてくださいって言ってるし。ズガテン、あいた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 い。相手はルールに無駄だろ。流したら勝ちだろ。まったくなぁ、アマネちゃんったらもう。最近は反抗期。まあ言うてでも孫子から使えば相手安く使うからいいんじゃないかな。発動一の方ドンジだな。空手流派発動一の方戦時解放。ここお先にお先に送ってきて、まあ、ちょっと流すって言ったけど、まあ、ちょっと流せない位置だから青いの門に使おう。天下太平の礎となること。強いもんなんで天下を中心にこの世界を変える。よし、これ島田やろ、島田。島田やめねえ。放て、こんなもんだ。これや、おやめいただきたい。俺さ、もう流したら勝ちの展開になってない。てめえ、スウェーだ。うっ、真面目しきてるわ、もう。放て、放て、俺の首はやらん。俺やれるか。よしよしよし、信じて送り出した。流して欲しそうな感じしてるときはさすがの持たねえも、さすがの持たねえも流さない。青いの門に誓おう。天下太平の礎となることを。流派発動。戦国大戦みたいにたくさんの計略タイプがあるのが好きだから青いの使ってみたい。天下を中心にこの世界を変える。消えろ。放て、
法を使ってもらった方が機会になるので、私は無理ね。うっしゃー、悪い、すごい、待ちろ。いやー、ダメだ、ダメだ、帰ろう帰ろう帰ろう。まあ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 落ち着いてくださいって。もうちょっとこれ前期解放、もうちょっと落ち着いていいか。仲間が今死んでるのがちょっとまずいんだな。仲間たちがこの世界を変える。今はガムシャラに戦うっきゃね。葵の門に誓う天下太平の礎となること。ファイト倒さないと放て。私が行く。シマビン、こいつがね、100人だけど、これは放て。あれ、あ、カード間違えてた。終わった。ちょっとあれだね、無式で無式で家康を使わせる展開はちょっと合わなかったね。おかしいな、ちょっと予定ではもっと納金がすげー生放送担当しときましょう。すげー出てきて、あの水の強さをこのアーカイブに残す予定だったんだけど、もう全然残せなかったっすわ。みんなインテリジェンスだったな。あ、3期躍進はいいっすね。どかんじゃー。これ流してホーム使ってもらってもちょっと良かったっすね。迷った。報酬獲得。ベーグルさん、まことありがとうございます。そう、じゃあこれでここもね終わるんで、まあ、みんなで決断を見て、あさってのバージョンアップに心を馳せましょう。ちょっと残念ながらね、僕はあの当日はできないんで、皆さんの考察とか、動画配信とかライブ配信に期待してますんで、よろしくお願いします。ナイス大根さん、ナイス。夜勤中に見させてもらいます。お疲れ様でした。対戦はルール無用だろ。ちょっといいタスゴロクが出てこなかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あとサポーハーゲームチャンネルさん、おスパちゃんもありがとうございました。後で飲み物買わせていただきます。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また次回もよろしくです。お疲れ様でした。もしかしたら明日もやるかもしれないんで、まあお暇だったら見てください。お疲れ様でした。アイミーと武将カードを取り忘れないようお気をつけください。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。